ついに私たちは時空犯罪テロリスト DJ を追い詰めるに至った。彼はかなりの怪我を負っており、はためにも重傷のようであった。その彼の口から意外な事実が語られたのである。彼は実は私たちより400年未来から来た同じ時空捜査官であり、彼の時代西暦2482年ついに人類が滅亡したというのだ。彼はあえてテロリストとなり人類を救わんとしたという。もし時間がその自らの治癒力で私の行為を無にしてしまった場合、その時は君たちに私の意思を継いでもらいたい。大いなる流れを止めることは不可能だが、そのベクトルを変えることは可能なはずだ。君たちはそのための水先案内人となってほしい。頼んだぞ、未来の子供たちのために、勇敢なる400年前の先達たちよ。彼は今はの際に私たちに希望を託し、そして静かに息を引き取ったのである。